ハンバーグはアメリカ合衆国のサラブレットの競争馬、シュボバ。19世紀末に21戦16勝の戦績を挙げ、後年1898年の年度代表馬に選出された。1986年アメリカ競馬殿堂入り、ケンタッキー州の生産者、JN ライト大佐が持つエルメンドルフ農場で生まれたサラブレットのお馬である。影の馬体に、 幅広の流星を持ち、また、講師日本ともに白印があったという。1897年、ハンバーグは2歳児にオーナーブリーダーのジョン・エドワード・マッテンによって1200ドルで購入された。マッテンはハンバーグを自ら調教していたが、本人曰く今までで最も調教の難しいお馬だったという。しかし、一度調教が思うようになると、ハンバーグはキビキビと運動し、 会話をもりもり平らげていった。2歳児のハンバーグは16戦して12勝を挙げ、マッテンに38,595ドルの賞金をもたらした。特にダブルイベントステークスを129ポンド、またフラッシュステークスとオータムステークスでも129ポンドを積まれながら優勝した。さらにエレクトリックハンデキャップで132ポンド、コングレスホールハンデキャップで134ポンド、 グレートイースタンハンデキャップでは135ポンドを稼られながらも優勝している。これらの金量は2歳馬の稼られたものとしては非常に高いものであり、アメリカ競馬名誉の伝道博物館の解説にはハンバーグを若駒として今までにない金量を経験した馬と紹介している。また2歳馬ながら小馬と対戦した経験もあり、9月に行われた フライトステークスでは4歳生まり食いたる相手に2馬身差で、破れたものの、3着馬には10馬身もの差をつけていた。ニューヨークジャーナルの記者、フランシス・トレベリアンの記事によれば、当時の最強はドミノの場所であるジェームズ・ロバート・キーンを、して、ハンバーグの方が、ドミノの2歳児より優れていると語らしめたという。1897年12月、マッテンは、同産業の大御所、 マーカス・ダリーにハンバーグを購入したいと打診された。当初は5万ドルを提示していたが、最終的に4万1ドルで売却した。それまでハンバーグはマッテン自身が調教していたが、マーカス・ダリーはハンバーグをビリー・レイクランドの旧社に引き渡している。ダリーはモンタナ州ハーミルトンに、 自身の牧場であるのビタールートストック牧場を持っていたが、ハンバーグは東部にあるレイクランドの旧舎に引き続き預けていた。一方のマッテンは売却した利益をもとに歴シントンに自らの牧場を建て、ド馬を記念してハンバーグプレイスと名付けている。3歳児の初戦は5月26日のベルモントステークスで、 まだ調教が足らずブクブクに太っていたハンバーグは、勝馬、ボーリングブルックから16馬審査離された3着に、敗れた。当時、この敗因には不良馬場であったことやスタミナ不足などが、考えられた。しかし以降のハンバーグは、マーテン所有時と同様に強く、ダリーに、多くの勝ち星をもたらした。翌戦のスプリングスペシャルステークスでは8馬審査の、勝利、続く。 スウィフトステークスでは6馬審査で勝利した。これらの競争で手綱を担当した騎手ッドスローンは、ハンバーグについて、私が今まで乗ってきた中で、唯一の偉大な馬だったと語った。その次のローレンスリアライゼーションステークスでは、ケンタッキーダービー優勝馬のプロオディトが対戦相手になったが、ハンバーグは終始戦闘を譲らないまま2馬審査で、同馬を打ちまかした。 最後の競争となったブライトンカップでは、オグデンやハワードマンといった有力場を相手にしたが、それらを完全に置き去りにした独走劇を繰り広げて優勝した。マーカス・ダリーが1900年に没した後、ハンバーグを含むその所有状も売りに出され、特にハンバーグは最高価格の6万ドルで、ウィリアム・コリンズ・ホイットニーに購入された。ホイットニーが1904年に亡くなると、 再びハンバーグは競売にかけられ、ホイットニーの息子であるハリー・ペイン・ホイットニーによって7万ドルで購入され、1915年9月10日に没するまでニュージャージー州のブルックデール牧場につなぎようされた。ハンバーグは種ボバとしても成功し、電動馬バーアートフルなどを含むを含むステークス競争家中馬27頭の父となり、1905年には アメリカリーディングサイアーオザに輝いている。その他、貧馬として、初のケンタッキーダービー優勝馬となったリングレットの、ボフレもある。以下は、主な産区。後年の1986年、アメリカ競馬名誉の電動博物館は、ハンバーグの功績を称え、同馬の電動入りを発表した。ハンバーグの母レディ・リールは、ジェームズ・イー・キットソにより購買した馬で、 そのメス系は1830年代にイギリスよりカナダに輸出された繁殖品馬ギャロッペードの子孫に遡るものであり、またドミノの離れにあたる馬であった。レディ・リール自身もビーコン・ステークスでステークス競争に勝利した経験のある馬であった。エインライトは同馬を1894年に購入、この時点でハノーバーの公民を持っている状態であった。ありがとうございます。